はい、今日はですね、マダイですね。マダイを、さばき方、さばき方で、まあ、刺身で食べたいと思います。まずですね、まあ、半身なんですけどね、あの、一匹買っても、あの、一人で食べきれないっていうのもありまして、あの、半身で、買ってきました。そしたらですね、おろしていきたいと思います。最後にですね、あの、包丁を骨に取ってですね、こう入れちゃってください。まあ、あの、スーパーとかで買う方はですね、もう切れ入れてますんでね、そちらをご利用ください。ですね、ここに、骨がありますんでね、こちらをですね、取りたいと思います。脇にですね、包丁を入れてスーッとやってください。はい、そして今日はですね、あの、松皮作り、皮にお湯をかけてね、食べていると思います。はい、それではね、皮に、霜降ってですね、氷水冷やして、このような状態にしてきました。そしたらですね、刺身にしたいと思います。包丁に身がくっつきますね。なんかすごい、新鮮プリプリなん で, で今日はちょっと大葉がないんでね、このままですね、入れていきたいと思います。で、お腹の美味しいとこですね、ここ一番美味しいので、ここまでね、食べたいと思います。ここはですね、脂が乗って一番美味しいとこですね。それではね、テーブルの方移動して処理をしていきたいと思います。はい、ではね、マダイのお刺身できました。非常に美味しそうです。それではですね、早速いただきたいと思います。じゃあ、背の方ですね、背の方からいただきたいと思います。いただきます。最高。超プリプリで、脂が乗ってて美味しいですね。ただ、お腹の方も食べてみたいと思います。脂が乗ってるところですね、一番。いただきます。うまっ。最高。うまい。うまい。それでよかったと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。